ハインリヒ・ホン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人、外交官。全名は、フリードリヒ・ハインリヒ・ルトビヒだが、もっぱら、ハインリヒとのみ呼ばれる。フリードリヒ・ビルヘルム一世の六男で、フリードリヒ二世の弟。フリードリヒ・ビルヘルム一世とその日であったイギリス王、ジョージ一世の王女ゾフィード・ロテアの第十三種として、1726年1月18日に、 ベルリンで生まれた。1752年6月25日に、シャルロッテンブルクで、ヘッセンカッセル紅白ビルヘルム8世の名、ビルヘルミーネと結婚した。しかしハインリヒは、同性愛の傾向があったため夫婦関係は、極めて疎遠であり、二人の間に子供は生まれなかった。七年戦争では、フリードリヒ大王をよく助け、指揮官としての評価は高い。終戦後は、 外交官となり、ポーランド分割等で活躍した。またフリードリッヒ・ビルヘルム・本首都トイベンによって、アメリカの大統領候補に推薦されたが、彼が、その返答をする前に計画は白紙に戻された。ベルリン大学の本館は、パレ・デ・プリンチェン・ハインリヒと呼ばれるが、これは、ハインリヒの利休が転用されたためである。ありがとうございます。